さあ続いてはスバリストのコーナーです。今週は太田市にお住まいの宗村正弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ実は私宗村さんとは初対面ではございませんで、まあ、以前に取材をさせていただいた経緯がございます。お久しぶりでございます。あ、お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ宗村さん、今ね乗ってる車、こちら何ていう車でしたっけ？スバルのサンバーですね、はい、のバンですね。サンバーバンということなんですが、はい、宗村さん、それにしても派手すぎやしませんか？いやいやいや、それはやっぱり、はい、このカラーがすごく目立ちますのでね。目立ちますね、やはり目立つ車がいいかなと。なるほどなるほど。思いましてですね。だからこれ街走ってたら相当目立つでしょ。だってそうです ね、 あまり 見かけないですよね。見かけないですよね、これちょうどどれぐらい前に購入されたんですか？これは1年半ほど前に購入しましてですね、はい、それはどういうきっかけで購入されたんですか？仕事上ですね、はい、まあ、荷物の運搬っていうのがしょっちゅうありますので、はいはい、まあ、雨の日でもなるほど、バンならば、うんうんうん、便利だということですね、うんうん、まあ、購入したわけですけ ど、 ど、ね、はい、ということで何を隠そう、もう宗村さんは実はもともとは富士重工に勤めていたというところでございまして、はい、まあ、当然のことながらスバル車に関してはね、もうあらゆる知識を持ちでいらっしゃいますけど、もうこれまでにもじゃあ随分と乗り換えてきたんですか？あ、そうですね、個人的にはもうスバルでいた、35年ほど勤めておりましたので、はい、その間ずっとスバルに乗っておりましてですね、はいはい、やはりその延長線上で、うん、やはり仕事上必要だっていうのはもう即そのスバルの3番ということで決めました、はい、使い勝手、さらには乗り心地、はい、どうですか？いや、これすごく便利ですね、はい、この車のターボがついていて、はい、四輪駆動で、はい、マニュアルなもんですから、もう運転してて楽しいですよ。あ、なるほどね、まあ、マニュアルということもあって、その運転する楽しさというのもね、本当に引き継がれているわけですけれども、まあ、先ほどご紹介のあったように、まあ、サンバーバンということで、お話の中でお仕事というはいね、話がありましたけれども、はい、これどんなお仕事なんでしょうか？あ、実はですね、はい、私の会社は電気自動車のですね、はい、その設計製造販売という仕事をしておりまして、うん、まあ、いろいろ部品の運搬とかですね、はい、まあ、そういうものが必要になってくるので、なるほど、まあ、そういう使い方をしてます。はい、そういう時には当然このサンバーバンが重宝するということになるわけです。はい、で、私も今その宗村さんのお話にあったように、この電気自動車というところで以前に取材をさせていただいた経緯がございます。もう電気自動車、あれは確か eCOM8、はい、そうです ね eCOM8 という名前のですね、はい、低速電動コミュニティビークルという、はいはい、まあ、言ってみると小型のバスですけども ね、で、今その低速っていうお話がありましたけれども、実際にはどれぐらいのスピードが今出るんでしょうか？最高速度は今19キロで抑えてます。なるほどなるほど、はい、のんびりゆっくり走ってもらうというのがテーマです。うんうん、私も以前乗らせていただきましたけれども、ベンチシートになってて、はい、窓がないんで、そうですね、まあ、非常に開放感あるというところになります。はい、そういった、まあ、電気自動車の設計製造販売というのを桐生市の会社で行っているということなんですが、もう宗村さん、だいぶああいう電気自動車っていうのが、はい、桐生市内をはじめ、ええ、富岡市ですとか、はい、その他にもあるんですね。あとは玉村町、ええ、それから水上町ですかね。だから、まあ、今月の末にですね、はい、まあ、緑市に1台また入る予定になってます。はい、これ県外でも、そうですね、はい、まあ、県外も使っていただいてますし、うん、マレーシアにも使ってもらって、海外に輸出しておりましてですね、まあ、本当に各この市町村で使い勝手、まあ、使い方というのはね、まあ、様々あるわけですが、まあ、そういった電気自動車の設計製造販売に携わっている宗村さんということで、聞くところによりますと今度は eCOM10、はい、eCOM10 ですね、はい、10輪駆動のマイクロバスですね、はい、8よりもちょっと一回り大きいマイクロバスなんですけども、まあ、片側5輪ということですね、
まあ、東京オリンピックで使ってもらえないかと大きく出ました、はい、そういうのもありましたね。なるほど、なるほど、はい、これはやっぱりこの今自動運転っていうところも、はい、結構話題になってますけれども。そうですね、10を作った理由っていうのが、うん、その群馬大学さんで、まあ、自動運転の研究をされておりますけども、まあ、そのベース車両の一つとしてその観光地向けの、小型バス の, その実験をあの E コム10でやるということで今進んでおります。まあ、本当に県内各地でこの宗村さんが手掛けたというこの電気自動車が活躍中です。ぜひ皆さんも、ね、見かけたらチェックしていただきたいなというふうに思いますが、さて宗村さん、はい、もう当然富士重工で働いていたということもありますけれども、はい、今後スバル社とどんな付き合い方をしていきたい。いや、はい、もう今スバルさんはですね、そのアイサイトが、はい、ヒットしましてね、うん、もう安全性の高い車ということでもう一躍有名になっておりますけども、まあ、そういう意味では私も個人的にな車として今ちょっと検討はしておりましてですね、まあ、スバルさんとはまあ切っても切れない縁ですね、はい、そうですね、はい、今後ともスバルさん頑張っていただきたいなと思っております、はいはい。まあ、ぜひアイサイトも体感していただきながら、はい、この電気自動車も ね, ねもっともっとね、はい、手掛けていただきたいなというふうに思います、はいはい、ありがとうございます。今週のスバリストのコーナーは太田市にお住まいの宗村正弘さんにお越しいただきました。宗村さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。